他の太鼓打ちならいざ知らず、私がこうありたい。太鼓を楽しく叩くにはどんどん一二個前見えません。太鼓にきちっと向かいます。まっすぐまっすぐ見つめたら太鼓の町でご挨拶。この時太鼓は目覚めます。おいらいよいよデビューするんだね。そう思えば今日まで長かった愛と涙の日々だった。太鼓さんは最初から太鼓だったわけじゃない。ふるさと森を後にして、へいへい、ケヤキは終了旅に。おお、大きく育ったこのミッキーをざっくりざくざく切り離し、すやすやすやっと寝かせたらグリグリグリっとくり抜いて、目覚めた時には皮を剥ぎ、ほらほらおいら太鼓さん、優しく強く引っ張って、そーっと激しく引っ張って、いい音じわっと作ります。じわじわじわっと作ります。太鼓を楽しく叩くにはどんどん、太鼓を楽しく叩くにはどんどん。さあそれでは太鼓さんの素敵なお仲間をご紹介いたしましょう。まずは我が身をぶつけて音を出すバチさん。悲しみ、憎しみ、嫌なこと、辛いこと、そんなもんみんな忘れて、叩きまくれ、太鼓を楽しく